スコット・ロスは、チェンバロール元祖奏者。アメリカ・ピッツバーグー生まれでフランス及び、カナダを中心に活動した。38歳でエイズにより死去した。弟子に、ソネマヤコ、ニコラウ・デ・フィゲーレドがいる。1951年、ピッツバーグに生まれる。定期観光誌の出版社であり記者であった父親は、ロスが5歳の時に高い。2歳の時に見つかった。 脊柱側腕症の強制治療のため、幼い頃は、コルセットの着用を強いられた。6歳でピアノを習い始める。12歳の時にオルガンを習い始める。1964年に突出し、母親や兄と離れて、ニース音楽院に学ぶ。オルガンは、ルネサ・サオルジャン、チェンバロは、ヨゲット・グレミー・ショーリアックに指示した。グレミー・ショーリアックは、時に、 ロスの母親代わりを務め、音楽的にも大きな影響を与えたという。1969年には、パリ国立高等音楽、舞踊学校に学ぶ。ロスは、パリ国立高等音楽、舞踊学校入学以前に、フランス南部モンペリエ近郊のアサスにある古城に行き、そこで、歴史的チェンバロに触れたことがきっかけで、オリジナル楽器への理解を深めたという。以来、 この城は彼にとって特別な場所となり、終生にわたって何度も訪れ、一室を借りて住んでいたこともある。また、ロスの主要な録音業績の一部は、この城で、その楽器を用いて録音されている。プルールによる電気によると、1970年に母親を自殺によって失っていた。1971年に2度目の挑戦で、ブルエ・国際チェンバロコンクールに優勝する。 この時挑発にジーンズの異例の風体で会場に登場しアンプで弾いたこともチェンバロ演奏における慣例に反していたことから聴衆を大変驚かせた。彼がバッハの平均率第2巻の A、へ蝶々の前奏曲と風画を弾いたのを聞き審査員の一人はまるで自分で作曲したかのようだと感想を漏らしたという同じ年にバッハの作品で発録音を行っている 1973年からケネス・ギルバートの後任としてカナダのケベック市にあるラバル大学音楽科の教員を12年間にわたって務めた。80年代中頃からは活動の中心をフランスに移した。1985年にはドメニコス・カルラッティのソナタ全集の世界初録音を達成。1984年6月16日に録音を開始し、 1985年9月10日に終了した。この頃に自らがエイズに罹患したことを知る。それでもバッハの全集に取り組み始めた。1989年38歳の若さでエイズ関連疾患のためフランス南部モンペリエ近郊は浅すぎて他界した。さえわたる高度な技巧を有していながら気を手らった表現はほとんどなく単成な演奏を良しとしていた。 一方で、チェンバロ演奏にしばしば見られるような学問的興味に傾いた演奏様式とも一線を画しており、生き生きとしたリズムや火星によって音楽の本質に迫ろうとする特徴がある。ロス自身のことによれば、本人がパルジオンと呼ぶ瞬間的な音楽の霊感を追求していたという。ロスの録音業績の中で突出した成果は、 ドメニコ・スカルラッティの生還300周年を記念して、企画された555曲からなる、鍵盤楽器のためのソナタ全集の世界初録音を CD34 枚組で完成させたことである。スカルラッティの全集に挑んでリタイアしたものも少なく、なかった当時、完結させたばかりではなく、個々の完成度の奇跡的な高さを含め異業と称えられた。 マトリックスデータから押しはかれるが、速いペースの録音作業であった。当時は、プラスチックのケースに入れていたため巨大なボックスセットのように映ったが、現在は、紙のジャケットに直されて再販され、廉価で手に入る。他にも、ラモーと F クープランのクラブ産作品全集、F クープランのオルガン作品全集を完成させている。バッハの全集も構想した時期があるが、 病気の進行には勝てずついに実現しなかった。以下は主な録音のリストである。鉱物の採集を好み、火山を訪ね歩くことを愛した。猫好きであるが、ユリの掛け合わせによって珍しい品種を作ることも好んだ。コンピュータにも関心があったという。ケベック時代にはアパートを改造して、写真現像用の暗室を作っていた。また、録音等は残っていないが、 個人的にドビュッシーやラベル、ショパンをピアノで弾くことを楽しんでいた。ブライアン・イーヌやフィリップ・グラス、ニーナ・ハーゲン等の音楽を好んだ。田舎に家を買って農夫として暮らすのが長年の夢でケベック時代には実現しなかったが、フランスに帰ってからは実際に家を買ってほぼ実現させた。ありがとうございます。